どうだ、カイトと連絡取れたか？全然ダメ。さっきから何度も電話してるけど繋がらないよ。すみません、ただいま戻りました。ああ、おかえり。スバル、どうだった？カイトのやつ、部屋にはいたか？チャイム鳴らしまくりましたけど反応なしでした。まったく、今日が何の日か分かってないんですかね。あいつを待ってる時間はない。6人でやるしかないだろう。そうだな、途中で戻ってくるかもしれないし。よし、気持ち切り替えていくぞ。原田さん、待ってください。せめて歌だけでも聴いてくれませんか？メインキャストが全員揃っていないなんて、君たちのやる気はその程度か。無駄足だったようだ。朝比奈が今のカンパニーを見たらなんて言うか。主催としての自覚が足りないようだね、京也君。ああ、これって印象最悪なんじゃないの？新しくなったカンパニーを見てもらうチャンスだったのに。今までもカイトがふらりといなくなることはあったけど、よりにもよって今日とはね。どこで何をしてるんだあの男は。俺もう一度カイトの部屋に行ってみるよ。みんなは練習続けて。カイトさんがいないだけでそんなに俺らの歌ってダメなんですか？俺はこの6人でもすっげーいい歌歌えてると思います。あの人がいるとチームワーク最悪じゃないですか。なんだってあんなに自分勝手なんだ。京也さんたちの気持ち考えたことあるのかよ。今更戻ってきて謝罪の一言もないんですか？あんたがいないせいでみんながどれだけ。はあ？これだからスポーツバカは嫌いなんだ。ルールだの、チームワークだの、うるせ。なんでと。はいはい、二人ともそこまで。言い合ってたら話が進まないよ。シンさん、それで今までどこに行ってたんだ？ちゃんと説明してもらうぞ、カイト。仕方がねえな。